皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日はやり直し算数小5、分数の足し算引き算の学習をします。やり直し算数はすでに学習した内容について復習するための動画で、その項目について大切な部分を説明しています。小学校4年生の時も分数の足し算引き算やりましたけれど、その時には分母が揃っているものを計算しましたね。小学校5年生では分母が異なったものの足し算引き算を学習します。分母が異なったものの足し算引き算、その場合は、通分して分母を揃えてから計算しましたね。通分に関しては、またやり直し算数の方で通分の動画を作ってありますので、そちらを参考にしてください。では問題を見てみましょう。例の1ですね。2分の1たす5分の1、分母異なっているので分母を揃え、最小公倍数を見つけてあります。いとこの最小公倍数は10ですので分母を10に揃えます。と10分の5たす10分の2と、こうなりますね。10分の5たす2で10分の7、これが答えです。なぜ10に10分の5になったかというと、2を10にするために5をかけたので、上にも5をかけたんですね。5が10になっているということは5に2をかけたので上も2をかけた、ね、そうやって通分するんでしたね。では例の2ですね。3分の2引く4分の1です。3分の2引く4分の1、これは3と4の最小公倍数12に分母を揃えます。12分の8引く12分の3、そうすると12分の5、このように計算ができます。さあ、じゃあこちらの問題も見てみましょう。9分の1たす6分の5、9と6の最小公倍数、これ18でしたね。ですからこれは18分の2たす18分の15、これは18分の17、これが答えです。2分の1引く8分の1ですね。最小公倍数8ですね。ですから8分の4引く8分の1、それで答えは8分の3というようになります。次、5分の1たす4分の3です。5分の1たす4分の3、最小公倍数は20なので分母を20に揃えます。20分の4たす20分の15、そうすると20分の19という答えが出てきます。さあ次ですね。7分の5引く8分の3、ちょっとね、これ下にはみ出しちゃってるんで少しずらしますね。と最小公倍数は、56ですので56分の、ね、40引く、56分の21、そうすると56分の、映ってますかね、56分の、大丈夫ですかね、56分の19、これが答えです。次、5番ですね。3分の1と7分の2なので最小公倍数は21です。そうですね、21分の7たす21分の6イコール21分の13、これが答えです。さあ最後の問題いってみましょう。6分の5引く8分の1、最小公倍数は24ですね。ですから24分の20引く24分の3イコール24分の17、
はこんな風になります。今日は説明といってもほとんど演習でしたので、皆さん分かる人はね、もう一度問題を移してスラスラスラって解いてみてください。今日も、動画を見ていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。